この動画は NordVPN の提供でお送りいたします。おはようございます。ラスベガス市内で新しいアパートに引っ越して3ヶ月経ちました。本日は Vlog 風に新居の感想をまとめてみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。引っ越し時にクイーンサイズのベッドにしたいと思いましたが、お金ないので諦めました。朝の歯磨きは朝食食べる前の方がいいなんて聞きますが、私は食べた後にする派です。就寝中は真っ暗にしておきたいのですが、ブラインドだと隙間から火が入ってきてしまいます。ただカーテンつけられないので、明け方は明るいのを我慢して寝ております。着替えてないんじゃないかと思われるかもしれませんが、寝巻きと昼間の服装デザインほぼ同じなだけです。着替えまして、用を足しにもう一度バスルームへ戻ります。自宅では常に座ってする派です。ところで便器に問題があります。便座が高いです。一応かかとつけた状態で座れて、ナンバーワンの時は問題ないのですが、ナンバーツーの時にかかとつけたままでは踏ん張りが効きません。どうしても踏ん張りが必要な時はつま先立ちが必要でして、ふくらはぎがプルプルしてきます。すっきりするトイレライフを送るために、何か踏み台になりそうなものを買おうか真面目に現在検討中です。本日は日曜日で仕事はお休み。9時過ぎゆっくり起きました。今日も晴れて暑くなりそうです。天気予報を見なくても晴れて暑くなることはあらかじめ分かっています。乾燥しているからとかではないのですが、起きたら水分補給しましょう。キッチンにあるこの手前のスペースは適当に財布や鍵を置いたりバナナを置いたりしているだけで、あまり活かしきれておりません。私の朝食は基本トーストです。冷凍庫に保存しているので電子レンジで解凍します。普通の出力で温めるとパンダメになってしまうので、3割ほどの出力に落として温め解凍します。解凍したら次はトースター。コーヒーは昨日入れていたのが余っていたので、これも電子レンジで温めます。私の部屋にはダイニングテーブルとかコーヒーテーブルとか、そんなにいくつもありませんで、この一つだけです。毎日3食このデスクで食事して、そして仕事をしてます。ちなみにこのデスクは会社の備品でして、お金払って買ってません。もうなんなら仮パク状態です。平日はトーストだけだったりするのですが、
本日は時間ありますのでコーンフレーク食べてみます。キッチン横の棚をパントリーにしております。一人暮らしで収納スペースには余裕あります。甘いシリアルと甘くないシリアルを混ぜます。甘いのだけだと甘すぎますし、甘くないのだけでは味気ないです。お腹満たされたところで平日にサボっていた掃除です。掃除機はダイソーではないです。ただ一応使えております。軽く掃除機かけてから次に拭いて終わりです。引っ越す前はカーペットの方が良かったなと思っておりましたが、フローリングはフローリングで掃除が楽で悪くないです。ワイプのシートはほこり吸着しておりますが、まだ使えそうなので今日まだ捨てずに次回このまま使っちゃいます。掃除機の電池充電しておいて適当な掃除終了です。掃除機だったりその他乱雑に物を置いてしまっているクローゼットはお見せできないレベルです。クローゼットの他に窓に挟まれた場所に収納スペースがあるのですが、そこには前の家で使っていたカーテンをつけました。ここの棚は収納するべきものがありませんで、今回このように自分の書籍を置いてわざとらしく宣伝するくらいしか用途を見出せておりません。お次は数日前に洗濯しておいたワイシャツをアイロンでシワ伸ばしです。平日はアイロン引っ張り出したりするのが面倒で、どうしても週末まで放っておきがちです。2年くらい前ではっきり覚えていないのですが、アイロンよりアイロン台の方が価格高かった気がします。だいたいシワなくなればいいやって感じで適当です。洗濯したらシワシワになっていたユニクロのワイシャツ、ある程度きれいになりました。
夏場は空調をだいたい華氏78度くらいにして3、4ヶ月つけっぱなしです。以前のアパートのエアコンは室外機が一体型のものでつけているとうるさかったのですが、新居のエアコンは室外機が外に離れているものなので静かです。家事がだいたい済んだところでネットフリックス見ながらダラダラしようと思いますが、いつも通りネットにつなげる前にコンピューターのセキュリティを考慮してノード VPN を使用します。ネットサーフィンしていていろいろなウェブページにアクセスいたしますが、たとえ自宅でもコンピューター内の個人情報が抜き取られるといった危険にさらされる可能性がゼロではありません。ノード VPN はそういった脅威を限りなく排除し、安全にインターネットを利用できるサービスです。加えてノード VPN を利用する利点をもう一つ、私は普段在米しておりますが、日本生まれ日本育ちのため日本語の映画やスポーツのコンテンツを楽しめたいのですが、普通にアクセスするとこのような住んでいる地域からアクセスできないといった事象が起こります。インターネットに国境はないように見えて、実際は海外からのアクセスが制限されていることがあります。そういった時にノード VPN を利用いたします。接続はとても簡単ですぐにつながり、日本のサーバーを開封することでコンテンツを楽しめるようになります。ノード VPN セイリーキャンペーン開催に伴い、現在概要欄のリンクからアクセスいただくと2年間プランが大幅割引になり、さらにサービス利用期間が4ヶ月延長でご利用いただけます。加えまして最大 20GB のグローバル eSIM サービスセイリーのデータクーポンプレゼントがあります。30日間の返金保証をしているためリスクなしでお試しいただけます。詳しくは概要欄のリンクをご参照ください。2時間ほどネットサーフィンして遊んでいましたが、そろそろ切り上げて8月に投稿する動画を作成し始めます。航空機搭乗系の動画は編集前の段階で素材がだいたい6時間くらいありますので、それを30分くらいに縮めていきます。編集作業しているとあっという間に時間が過ぎてしまいます。昼食食べるのも忘れてやっておりましたら、もう午後3時くたびれてきて編集作業を終わりにします。通販の荷物が届いたみたいですので宅配ボックスに取りに行きました。宅配ボックスはアパートの敷地内でこのプロパティ在住者専用です。今年3月まで住んでいた前のアパートには宅配ボックスなんてありませんでしたが、今は置き配泥棒に遭う心配がなくなりました。本日気温47度で紫外線も強いので、引き取ったらさっさと家に退散です。Amazon から届いた両面テープを早速使います。昔から持っていて使っていなかった地図がありましたので、それを貼ります。これで少しは殺風景な部屋が改善されるでしょうか。デスク周りに座っている時に振り向いてすぐ見られるよう貼る位置を調整します。10年ほど在米しておりますが、未だに名前聞いたこともない街での仕事が来ることはしょっちゅうです。最近はネット上でいくらでも Google マップなり地図見られますが、普段から目に入るところに地図を貼っておきたいと思いました。旅行会社に勤めているのですが、
都市間の距離感だったり方向感覚を養っておくことで、どういう回り方がいいかとか、どこの都市からチャーターのバス出すのがいいかとか、いいアイデアが浮かびやすくなります。ふとこれまで米国50州で行ったことのある州の数を数えてみようかと思います。東から数え始めますが、ニューイングランドは面積の小さい州が多く数が多いです。空港の乗り継ぎだけしか経験ないのをカウントせずに、ドライブしたり食事したりある程度の時間過ごしたことのある州はトータル28州でした。50州全部訪れるのはまだまだ難しそうです。夕方になりまして、食料の買い出しに行きます。嬉しいことに新しいアパートの駐車場には屋根があります。これは本当に助かります。真夏のラスベガスで日光直射するところに車を置いていると、車に乗り込んだ時大変です。カーのシートだと熱くなりすぎて短パンでは座れません。ハンドルも熱くなりすぎてエアコンで冷やさないと握れない。シートベルトのバックル傷のく部分を触ったら火傷しそうといった現象に直面します。夕方6時半で日は陰ってきましたが、まだ摂氏46度、気温は朝方までなかなか下がりません。気温の数字だけ見るといかにも暑そうですが、湿度は 5%、 汗はかいたそばから蒸発してしまうので、肌ベトベト振るようなことはなく、いつもサラサラで不快感はありません。この先も週間予報に雨をマークはなく、天気良さそうです。新居は車で3分の距離にスーパーマーケット2つありまして、すぐ着きます。まずは5ガロンのボトル3本持って飲料水の汲み出しです。ラスベガスの水道水飲んでも健康の問題ないそうですが、一応フィルターかかってるらしい水を買っております。ここの飲料水はボトル1本5ガロンで 2.5 ドルです。トータル15ガロン給水完了です。ボトル1本5日くらいで消費しますので、2週間に1度くらいのペースで水汲みに来ております。ここにもスーパーマーケットあるのですが、もう一軒の方が食料品安いので再度車で移動です。クローガー系のスーパーマーケットスミスに来ました。食料品小売の超大企業クローガーですが、米中西部ではそのままクローガー、南カリフォルニアではラルス、ネバダではスミスだったり、店内の雰囲気は大体一緒でもブランド名が異なります。アボカドは1個99セント。今日は3つ買います。量り売りのバナナはだいたい1本20セントくらい。夏場はバナナ売れるの早いので、本日は1本だけ買います。キャベツも量り売りで、1玉 1.5 ドルくらいでしょうか。キ
霧吹きでびしゃびしゃに濡れていますので、カートに入れる前に振って水滴を落とします。ネバダ州は消費税のかかる州ですが、野菜や牛乳や卵など基本的な食料品には税金がかかりません。ただお惣菜など手が加えられたものは外食になりますので消費税かかります。牛乳はハーフガロンで 1.99 ドル、私はいつも脂肪分 2% のを飲んでおります。卵は18個入りで 4.39 ドル、60個入りとかも売ってますが、私は12個入りか18個入りで十分です。コロナ禍においては一時期卵はとても高い時期ありましたが、今は落ち着いています。一番高い時は18個で10ドルを超えていた時期がありました。割れているのが結構ありますので、ちゃんとチェックします。炭酸水は12缶入りで 3.99 ドルです。まとめて何箱かカートに入れます。さすがに暑いのでアイスクリームが食べたくなります。ここの商品棚は1列向こうまで全部アイスクリームです。アメリカ人のアイスクリーム愛半端ないです。種類多すぎて迷いますが、クロガーの安いアイスキャンディーにします。クロガーは PB があります。先ほど購入した炭酸水も企業のロゴが入った PB 商品。アイスキャンディーは12本も入って 2.89 ドル。それからボディーソープとかシャンプーの PB も他の商品に比べて 3、4割安い印象です。セルフレジのバーコード読み込む台は量りになっておりますので、キャベツなど量り売り商品は置いて重さを計測します。有料にしている店舗も周りにありますが、基本的にネバダ州はレジ袋が未だに無料です。遠慮なくガンガン使います。炭酸水4箱購入しましたので、4回バーコードを読み取ります。トータル 48.03 ドルでした。暑さは画面越しに伝わりませんが、気温45度以上でアスファルトの駐車場は暑いです。アイスキャンディーが溶け始めないよう素早く積み込んでさっさと帰ります。1時間ほどで帰ってきました。これから腰の折れる搬入です。新居は1階ですので、階段上り下りする必要がない点はいいです。重い水は腰を癒せてしまうのよう慎重に運び込みます。そしてパントリーや冷蔵庫にしまっていきます。
この部屋は北向きの部屋です。正面が北で画面後ろ側が南。昼間でも電気つけないと暗いのですが、日光が直射しない分室内の気温上がらずエアコンの電気代を抑えることにつながりますので、ラスベガスでは必ずしも北向きアパート悪いことだけではありません。夕食の準備を始めます。これまで何度か家での夕食を動画にしたことございますが、今夜もだいたい一緒です。キャベツのサラダの他に5ドルの七面鳥のローストを電子レンジで温めて食べます。ワンルームの部屋で匂いがこもるので、肉は家で焼かずに惣菜を買って食べるようにしております。出来上がりです。毎度のごとく今夜も主食は葉っぱです。七面鳥のローストは先ほどのパッケージの3分の1です。骨についている肉をちびちび剥がしながら食べます。それから先ほど購入してきた炭酸水。家ではなるべくビールは控えております。以前投稿した引っ越ししている時の動画内では、日本円換算で新居の家賃月々16万5000円と言っておりましたが、円安止まらないせいで日本円換算にすると現在のレートでは17万5000円くらいでしょうか。引っ越して3ヶ月経ちましたが、治安面で怖い思いしたことはありません。以前のアパートより月々約150ドル家賃上がってしまったとはいえ、もろもろ住環境を改善して引っ越してよかったとおおむね満足しております。本編をご覧いただきありがとうございました。最後に改めて NordVPN のご紹介をさせていただきます。現在概要欄のリンクからアクセスいただくと2年間プランが大幅割引になり、さらに利用期間4ヶ月延長にてご利用いただけます。加えまして最大 20GB のグローバル eSIM サービスセイリーのデータクーポンプレゼントがあります。詳しくは概要欄のリンクをご参照ください。最後までご覧いただきありがとうございました。